東京都立大梅総合高等学校は東京都大梅市に所在する都立高等学校。通称は青草。1909年に開校した東京都立農林学校。1976年に開校した東京都立大梅東高等学校の2校を発展的に統合して2006年に都内で5校目、西多摩地区で唯一の総合学科を擁する高校として、 東京都立農林高等学校の跡地を継承する形で開校した。豊かな自然に恵まれ、充実した施設、設備を活用し、将来を意識した様々な学習、体験活動ができる総合学科高校である。作曲は作曲家、編曲家の上田牧、作詞は小説家、国文学者の林望む。総合学科2千十八年度入学生から系列を、 新設再編、以前の系列は、以下の通り。自主、創造、探求、開拓、貢献自主、自ら学び考え行動する人間を育てる創造、個性と創造力豊かな人間を育てる探求、自己のあり方、生き方を探求する人間を育てる、開拓、自らの人生と未来社会を開拓する人間を育てる貢献、社会や地域に貢献する人間を育てる、 自主性を育てる目的で、ノーチャイム性を導入している。自分で作る、自分の未来。未来をつかみ希望を作る、大梅総合高校キャリア教育で、考える人になる。総合学科の特徴として受講する科目は、大学のようにシラバスを読み、生徒自身が選択していく。選択できる科目は大きく分けて、必修選択科目、系列選択科目、自由選択科目である。 なお、多くの選択科目から自由に選択履修できるのは2年次からであり、またある系列を選択しても、その系列以外の科目を選択することが可能となっている。英語は全学年で少人数の修熟度別授業を実施しているほか、土曜日や放課後、長期休業中には、レベルアップゼミという制度があり正規授業外での講義が受けられる。各週土曜日授業。 1> 1授業50分。同行が持つ敷地の総面積は東京ドーム14個分を誇り、これは都立高等学校で最大である。4棟ある校舎に併設する形で、グラウンド、体育館、武道場、プール、公道などが存在する。母体の一つが農林高等学校であるため農場、水田、茶畑、果樹園を有するほか、特色ある施設、 設備として、食品化学室、生花室、生パン室、カナダドル室、フラワーデザイン実習室、測量実習室、バイオテクノロジー実験室、日本文化実習室、和室付け実習室、介護福祉室、トレーニング室などを保有する。また、演習林を6カ所、セミナーハウスを1つ保有する。大梅市、友田演習林、黒沢第一演習林、 黒沢第二演習林、三竹演習林、加水演習林、三竹セミナーハウス、奥多摩ーナ、沢演習林マスコットキャラクター、ムサちゃんはこれらの演習林に実際に生息している、ムササビがモデルである。運動部、文化部ともに活発であり、特に以下の部が好成績を収めている。運動部、陸上競技部、弓道部、ソフトボール部、 剣道部、陸上競技部2013年度、全国高等学校総合体育、大会陸上競技大会出場、2014年度、全国高等学校陸上競技選抜大会、出場文化部、和太鼓部、文芸部、和太鼓部2013年度、第37回全国高等学校、総合文化祭長崎大会出場、2015年度、 第39回全国高等学校総合文化祭芝大会出場2016年度第40回全国高等学校総合文化祭広島大会出場2018年度第42回全国高等学校総合文化祭長野大会出場国際交流リーディング校スポーツ特別強化校重点支援校東京アスリート育成推進校 都立高校学力スタンダード推進校、子供の体力向上推進優秀校、都立高校学力向上開拓推進校、高校制限気アップスポーツ交流事業参加校、東京都立大梅総合高等学校級、東京都立農林高等学校、東京都立農林高等学校、著名な出身者を参照。ありがとうございます。